なくなった。りなちゃん、え、なんか押した？充電切れる。充電切れる。もういろいろやばい。どんどん人いなくなるんだから、だら。配信とかやっててもいなくなるし。いなくなるね。だらでーす。だらでーす。これがだらでーす。ひどい。皆さん、通常営業でーす。あ、来た来た。すいません。泣いてた。泣いてた。泣いてた。なんか部屋が暑かったかな。あー。結構起きる？夜。最近は起きないかな。うんうんうん。もうミルクはね、あげてない。夜は。あー、そうなんだ。トントンで寝ちゃうけど、たまにちょっと夜ご飯、しっかり食べれなかったな、みたいな時は。うん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 。って感じ。あれ、なんか、場所が移動してる。りながね。りなちゃんがね、うん、充電が切れて、あ、充電で一回落としたってこと？落ちて、充電が切れたの？あの、充電切れそうですよみたいな表示が出てみたいな感じ？うんうん。で、一回切ったの？切ってない。あれ、切ってないんだ。うん。私、こことここが入れ替わったんだけど。変わったね。あ、でも入れ替わってるよ。え、変わってないよ。え、それなんで？いやいや、変わってるよ。変わってない、りなは。あ、リナの場所でしょ。え、変わってるよ。みんなが見えてるのと違うんだ。左上でしょ、私。自分って。はい。そう、みんなここ。そう、その左上にいる。見てる人は。ここ見てる人。ミリちゃん。あ。その、自分は全員左上にいる。マジレスしちゃった？自分はみんなここにいるの。まだ話すの。終わったんじゃなかったの。どうしても理解したい。どうしても。自分はみんなここにいるの？左上にいるの。左上にいるの？左上でしょ、アイリも。私はちょっとパソコン。え、急になんか画質がちょっとアイリの良くなったよ。なんで？パソコンでどうやって見てんの？パソコンで見てる。パソコンだと4人になっ…いや、なってるよ。あの、4人の。なってるけど、うん、違うんだ。私が右上に…4分割じゃないの？あ、4分割。右上にいる。右上？あ、右上にいるんだ。あ、じゃあ、リナも一緒。アイリここにいる。リナちゃん、ここにいる。あれ？あれ？リビちゃんのではリナどこいるの？どこそれ？え？え？リカちゃん、リカちゃんはリナどこいる？斜めな。ねえ。違う。話聞いてる。違う、私ですじゃない、違う。リナがどこにいるかって聞いてんの。あ。あれ、リカちゃんは左上にいるでしょ？自分。違うよ、リカちゃんここだよ。リカちゃんここにいる。どうでもよくない？ねえ、ハングリータイガー行きたいね、年末ね。行きたい。安清がやばいよ、今、マジで。何が動き回って。いや、ハングリータイガーでマジで、でも大人がいっぱいいるから大丈夫だろうなと思ってるけど。大丈夫です。うん。やばいよ。だって、ミニダラだってすごかったじゃん。確かに。ずっと動いてたね。うん。そっか、あれ2歳ぐらい？え、もうずっと来てるよ。0歳から来てるよ、うん。毎年行ってる。毎年、うん、ね、歩き回ってって。散歩行った時でしょ？うん、そう。あれって、2歳ぐらいかな。でもまだ喋ってなかった。でもなんかをさ、刺して、あみたいな感じは言ってた時。壁のね、絵、なんかやつ、ね、絵でしょ、絵に。見てね、そう。あれって2歳前ぐらいか。と思ったら。ああ、でもそんな感じか。いや、もうとにかくやべえ。いや、もう本当に4歳になる前はまでは大変だったよ。マジでね、本当にね、やばい。
辛い。可愛いけどね。可愛いんだけど、うん、すごいよ。本当に。いいだもんね。うん。ちょっと遊びに来てよ。すごいだろうね。マジで。清志がさ、あのさ、清志かな。ちょっとどっちかわかんないんだけど、うん。そうだよね。どっちがどっちかわかんないんだよね。どっちが清志かわかんない。二人目清志？二人目が清志。第二子が清志。あの、私に似てる方が清志。うん。ノンさん似てる方が。清志がさ、この間笑ってる写真送ってきててさ、うん、なんか表情豊かになったのいいなと思ってさ。ずっとさ、笑ってなかったじゃん。だからもうほんとね、清志の方がすごいよ、今は。だよね、清志となんだっけ、うん。やすし。やすしの方がちょっとあれだよね。最近なんか。シュッとしてるよね。そう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 。なんか、なんていうの、そう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 、おとなしいよ、みたいな、おとなしいんだ、うん、まあ暴れるけど、そのね、清志にいつもなんか物取られてる。で、それをパって取られて、いやーとは言うけど、でもスンってこうやって指しゃぶりして、1歳3ヶ月か、へえ、今1歳3ヶ月すぐ取るの、清志は。人が好きになっちゃうタイプだね。マジでマジで。写真のさ、あの笑ってるなんかこういう表情が、ね、撮りそうだもんね。そうなの、悪いの。悪いの、マジで。悪い顔してたよ、あれ。本当に。かわいかった。ねえ。ハワイとか一緒行った時、全然笑ってなかったよね、キヨ。そうね。全然だよね。キヨシに関してはそうだね、うん、あんまり表情出なかったからね。そう、だからなんかいい写真だなって、ケラケラ笑ってたイメージ。そうだね、ヤスシの方がね、まあ今もそうだけど、本当に笑顔が素敵。笑顔が素敵。いいね、いいね、笑顔、笑顔で癒される。本当にふーんって笑うから、かわいい。私いつ行ったんだろう。来たね、一回ね。うん、遊びに行った。あれ、いつだっけか、うん、でもコロナ中だっけか。コロナ中じゃないね。コロナ中じゃないね。うん、コロナ中のちょい前だよね。うん、もうほんとギリ。そうだよね、ギリだよね。3月の半ばぐらいだよね、きっと。誰で来たんだっけ、うん、荷物届けに。ああ、言ってた。うん。このうちに？わかんない。そろそろ髪の毛のアイロン欲しいな。あれ？送ってないの？リコちゃん。まだ送ってないよ。だって、会った時かなと思って待ってる。ああ。会うの待ってる。忘れてた。全然、いつでもいいよ。え、じゃあどうする、リカちゃん、送る？会えないし。送る？私に行く？いいよ、私に行こうよ。やばい、私に行こうか。うん、毛先が金髪のやつと、あー、いいね、名前言わんかい。引きこもってるやつと、名前言わんかい。アクティブと引きこもりだよ。おいおい、いいように言うな。アクティブって。うん、アクティブだよ。色が焼けちゃって黒い人。ここがさ、もういいよ。だからさ、3人でさ、アイリンチ行けばいいんでしょ。やめて、やめて。どうしよう。やめて、それはやめて。あんちゃさん、あのドア越しでさ、ポスト、ポストないの、アマゾンみたいにさ、限界前に置いててくださいって。置き配、置き配。違うでしょ、あれでしょ、部屋が汚いから見られたくないんでしょ。いやいやいや、あ、じゃあ近くの公園で、近くの公園だったら。近くの公園。近所の公園。でもほら、私もさ、アイリンチにさ、3時間ぐらいかけて行くわけじゃん。遠いな。遠いな。何何何。すごい遠い。どこに住んでんだよ。自転車なの。お互いどういう状況なの。自転車。自転車で来るの？すげー遠いじゃん。ママチャリか。自転車だったらね、もう 何本川を渡らなきゃいけないね。うん、何里って言ってくれる。自転車じゃなくても川は渡るでしょ。
確かに車でも渡るわねえあー面白い適当と適当さんとマジレスさんがいると面白いね面白い適当あマジレスだったマジレスじゃんそうだよだから、うん、遠くから来るんだからちょっと公園でおもてなししてよ公園ならいいよ公園なら近所の公園なんで歌って歌ってなんで公園で歌って路上ライブありもいいねいいねのまさるちゃん歌った歌ってない歌ってない歌わない人だもん 歌わない人だもん歌ってなかった今。まあ歌ってたよね。うん、うん、なんか聞こえた。なんだ歌ってる。なあなあ。ありのこって聞こえた。ありのママの。聞こえたよ。それデブのやつじゃん。あれ？それ。あこれだったらいけるね。って聞こえたけど歌ってなかった。ちょ、もう一回やって、もう一回やって。もう一回やって。ママの歌ってなかねえ、喉痛くならないの？ねえ、そうやって聞こえてたとしたら、私、風邪ひいてるわ。え、でも似てるよ。そしたら、ちょっとなんか、風邪ひいてるわ、私。ねえ、アイリー、それでパプリカ歌ってみて、パプリカ。パプリカ、花が咲いたら、晴れた空に種をまこう。息が止まる。すごいとかなったのにね。そうだよね。あっちゅう間ですよ。そんな言ってんだ。すごい。もう一回じゃあ焼きそば食べよ。焼きそば食べりゃいいって思ってる。なんかさみんなで食べようよ。この画面で食べればできるじゃん。みんなで、ね、でもさ一人でさ辛いってやってんでしょ。辛いのじゃなくて、うん、焼きそば何個食べれるかとか。うんうんうん、この時間に。辛い朝7時とかでもいいよ朝7時でもいいよ朝7時早いダメ朝7時ならいいよ8時でもいいよじゃん起きてない今日は何の話したっけマジレスの話そうだねトラちゃんが風邪ひいてるあとアイリちゃんそう、アイリちゃんが私のモノマネしてちょっともう一回聞きたいもう一回、じゃあなんか違うもう一回パプリカ違ういや、パプリカがいいなもう一回パプリカ聞きたいなパプリカ、うん、パプリカか花が咲いたら晴れた空に種をまこまこかわいいひどいりかちゃんもひどいかわいいおかしいから偏ってんだよ愛情がバカですねこの動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。お願いします。